あらめさん、こんにちは、ゼイコです。それでは今回なんですけども、ダイソーにペイペイ導入、100均でもペイペイということで、お題の通りなんですけども、ついにダイソーにペイペイが導入されるということでお伝えをしていこうと思います。ということで早速、ペイペイの公式ページがあったので、そちらを一部紹介します。ペイペイ5月27日よりダイソーに導入ということで、まあ、ちょっと真ん中の部分の方から読もうと思うんですけども、2019年中にペイペイを全国3367店、一部の店舗を除くのダイソーに順次導入します。まずは5月の27日から広島県の2店のダイソーでペイペイがご利用いただけるようになります。なおダイソーにおける QR コード決済サービスの導入はペイペイが初めてですということで、まあすぐではないとは思うんですけども、まあ2019年中にはまあペイペイを全国の3367店とあったので、まあ、少し時間はかかりそうですけど、まあ、今年中には対応はしっかりとするような感じですね。そして、まあ、広島に対応する店舗に関してはこちらの2店ということで、まあ、広島八木店、横川駅前店からということと、あと僕全然知らなかったんですけど、ダイソーって広島の会社だったんですね。でちなみに僕がよく利用するちょっと大きめの店舗ではもうすでに結構クレジットカードとか電子マネーっていうのが使えてる状態で、まあ、ざっとこんな感じですね。まあ、クレジットカードだと JCB、ビザ、マスターカードとかですね。あとは他にもまあ、パスモとかイコカとか、一応ドコモ ID とかニモカとかスゴカとか、まあそういったものを使えるということですね。まあ今現在ではかなりの種類が対応してるんですけども、まあここから、まあさらにペイペイとか QR コード決済が加わるっていうのはすごい大きいですよね。というか、まあ店員さんもこれだけあると把握するのもちょっと大変そうだなというふうに思いました。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。ダイソーがついにペイペイに対応するということでしたので、まあすごい100均でもう QR コード決済が使えるとなるともうめちゃめちゃ便利が良くなりますね。ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。